かせるトレーニングパーソナルですね。これ5回目ですかね。これ何キロ？ 10キロないぐらい、10キロくらい。こんな感じで、この筋肉ですからね、重たいのを持とうと思ったら持てるんですよね。こうやって軽いのでネガティブで効かすって、まあ基本的なもんですね。重量を持つとこれ速度がつくからですね。まあ、今日も質問されたんですけど、こういう軽い重量で筋量はつきますかって、つくのは当たり前のことですよね。筋量がつくから大きくなるわけですからね。それでベンチのやり方を覚えればベンチプレス上がるし、スクワットのやり方が分かればスクワット上がるし、野球の動きを学習すれば野球ができるようになるだけですね。こんな感じで最後まで追い込むって感じですね。まあ軽いのでやってくれてますからね、そんな疲れがないでしょ。はい。で、一番はこちら見てた方は重たいの持とうと思ったら持てるんですよ。で、怪我の可能性もありますからね。はい。ぜひこのやり方で、はい、極めましょう。はい。何を極めるのか分かんないですけどね。まあ、とにかく楽しいでしょ。はい。普通無理がないから。あ、いいじゃない。あ、いいね。最高だね。肩がね。外人さんとか見たらやっぱり付き方が違うからね。そうですね。これは日本人はカットでしょう。はい。マーケティング頑張ります。それも効かせるトレーニングですね。はい。はい、頑張ってください。はい、頑張ります。